こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は神奈川県海老名市相模線厚木駅にやってきました。205系500番台が引退をしまして、現在は E131 系500番台が活躍しています。橋本行きの列車が出発していきます。今回初めて厚木駅にやってきたということですが、奥が相模線の線路、正面見ますとクロスするのが小田急小田原線です。小田原方面に向かう列車が通過してきます。先ほど海老名市と言いましたが、この先相模川を渡ると厚木市。厚木駅なのに厚木市ではないという不思議な所在地となっています。それはさておき、正面が相模線厚木駅、クロスするのが小田急小田原線厚木駅。手前に車止めとなっているもののたくさんの線路を見ることができます。こちらは厚木操車場です。先ほどの場所は末端部分ということで2本の線路しか見えませんでしたが、少し歩きますとたくさんの線路となります。路線図には記載されていません。相模鉄道、相鉄相模国部信号所から厚木に伸びる貨物線の一部。相模線の列車がやってきましたが、 JR 線と連絡しています。この場所から確認することはできませんが、線路はつながっているということです。かつて相鉄相模大塚駅から伸びる専用線を介しまして、米軍厚木基地へのジェット燃料輸送が行われていました。しかし1998年に廃止となっています。年月が前後してしまいますが、もともとは貨物ヤード。1990年に廃線変更が行われまして、厚木操車場となっています。現在の使われ方は夜間に車両を留置しておく場所。日中の時間帯、相鉄線の営業列車の運行がありますので、この場に留置されていません。しかし左を見ますと相鉄2万1000系です。通常8両編成となりますが、正面の編成中途半端に4両編成で留置、新造された車両です。山口県下松市日立製作所笠戸事業所で新造されまして、 JR 貨物による高周走でこちら厚木操車場に到着しています。山口県から山陽本線、東海道本線を経由しまして神奈川県に到着。一旦相模貨物駅に8両で到着しています。その後4両2度に分け、深夜のうちに相模線経由でこちら厚木操車場に到着しています。現在正面に5号車から8号車まで4両確認することができます。1号車から4号車はすでに最終目的地である柏台の方に向かっているかと思います。8号車となります。車体番号を見ますと21809、編成番号は 21109F。 現時点ではどうやら21000系の最終増備車となるようです。4両の車両がこの後相鉄柏台まで輸送されます。自社線内となりますので、牽引を担当するのは相鉄事業用車両モヤ700型。もう間もなくしますとやってきて連結するかと思います。様子の方見ていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いします。8号車前面部分、乗務員室に何か乗っています。先日名古屋地区で東武鉄道 N100 系スペーシア X の高周走見てきましたが、空からちゃんが乗っていました。こちらのキャラクターは何でしょうか。上に路線図のようなものが貼られていまして、
小さい方がチョッパーでしょうか。手前のキャラクターはよくわかりません。JR 貨物の甲州層、下松から相模貨物までは EF210 型が牽引担当。その先相模線となりますので、電化されているものの愛知機関区所属 DD200 型が牽引担当。ここまでは機関車が牽引してきましたが、この先は事業用車両もや700型ということで、電車が電車を牽引することになります。ということで、事業用車両もや700型がやってきました。7000系中間車モハ7000とモハ7100を種車としています。2005年に架線を検測する目的で最初の編成が登場しています。その他、今回のように車両を牽引する場合にも活躍します。1編成2両となっていますが、本線上を走行する場合2編成4両で車両を牽引。先頭から704、703、702、701となっています。704と702に関しては5波7100からの改造車。今回初めて見るということで、あまり詳しく分かりませんが、701と702で1セット、703と704でもう1セット、合計4両が柏台車両センターに事業用車両として配置されているようです。現在2万1000系の方を見ますと、各種点検作業が行われています。終了すれば連結作業といったところでしょうか。もや700型に乗務されていた関係者の方がぞろぞろと降りてきまして、脚立が設置、中に入っていかれました。到着したもや700型と2万1000系はどうやら違う線路に留め置かれています。この後入れ替え作業を行うんでしょうか。もや700型は一旦海老名方向に進みまして、進行方向下へ戻ってきます。これで連結作業のようです。かなりゆっくり2万1000系の元に向かってきます。現在連結前の最後の連結機の確認が行われています。様々な連結作業を見てきていますが、今回は相鉄初めて、独特の掛け声とともに最終連結でしょうか。少し距離がありましたので、どのタイミングで連結したのかよく分かりませんでしたが、これで完了です。これで8両の状態となっています。
もう間もなくしますと柏台に向けて出発をしますので、海老名方面に歩き、途中の踏切、見やすい場所でお見送りをしたいと思います。結局海老名駅までやってきました。奥のホームが相模線海老名駅、手前の線路が相鉄厚木線、この後通過する予定です。意外に速いスピードで通過をしてきました。今回最終増備車ということで見てきましたが、この先もいろんな列車、いろんな車両を見ていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。小田急相鉄海老名駅西口に到着しましたので、本日はこの辺で終了。最後までご視聴ありがとうございました。